東京都会計管理局は、東京都庁の公営企業に関するものを除き、現金及び、有価証券等の追悼、保管、支出負担行為の確認、決算の調整、会計事務の企画、指導、検査、公金の管理、運用、各局への用品の供給等に関する事務等を行う知事部局である。局の予算。 決算及び会計、組織及び定数、公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存、情報公開及び個人情報の保護に係る連絡調整等、局所属職員の人事及び給与並びに、福利構成、局事務事業に関する法規の調査及び解釈、局事務事業の広報及び校長並びに進行管理、用品、 局内田の部及び課に属しない事項、再計現金、歳入歳出外現金及び、定額の資金を運用するための基金に属する現金、及び、有価証券の保管、基金に属する現金及び、有価証券の水等保管及び、運用、公金管理に係る総合的な情報の収集、調査及び、分析、一時借り入れ金その足し払い資金、指定金融機関、 指定代理金融機関及び、収納代理金融機関並びに、水道取扱金融機関及び、収納取扱金融機関、巡航営企業に係る現金及び、有価証券の保管及び運用、局事務事業の企画及び調整、管理改善及び行政評価の実施、情報化施策の企画、調整及び推進、会計制度の企画、立案、調査及び調整、 会計事務及び物品管理事務の指導統括、会計事務及び物品管理事務の検査、指定金融機関、指定代理金融機関及び、収納代理金融機関並びに、水道取扱金融機関及び、収納取扱金融機関の検査、歳入の徴収または収納の事務及び支出の事務、の受託者の検査、重要物品の記録管理、収入消費、決算の調整、 決算の付属書類及び参考資料等の調整、財務会計システムの管理及び運用、収入支出命令の審査、渡航金の推奨、送付現金及び保管有価証券の推奨保管、国の歳入徴収、支出負担行為の確認、保管金の推奨、再建の管理、国費の支払い、国庫補助金等の受け入れの促進、その他国及び、 巡航営企業の会計等の事務を行っている。警視庁の歳入及び歳出並びに雑部金に、関する収入及び支出並びに、定額の資金を運用するための基金に関する支出の、命令の審査及びその支出命令に基づく支払い、警視庁の現金及び、有価証券の水悼保管、収入証紙の水悼保管、これらのに掲げる事務にかかる記録管理、 東京消防庁の歳入及び歳出並びに、雑部金に関する収入及び支出並びに、定額の資金を運用するための基金に関する支出の、命令の審査及びその支出命令に基づく支払い、現金及び、有価証券の水悼保管、収入証紙の水悼保管、これらのに掲げる事務に係る記録管理に関する事務を行っている。ありがとうございます。